皆さんこんにちは。本日は5月15日土曜日です。ここはね、いつも新潟駅に来ております。本日はあれです、この前湯沢市からの動画とかね、シクラ関係の動画いろいろ出してるんですけど、本日は、新潟駅にね、シクラが乗り入れるというね、1ヶ月に1個限定、金土日で6回なのかな、運転される快速龍都シクラ号に乗ってね、途中東三条駅まで行きます。ちょっとね、指定席券が東三条までしか取れられませんでした。龍都シクラはね、唯一新潟駅に乗り入れる列車になっています。4番線から14時52分の上越妙高行きです。上越妙高行きはね、特急稲穂じゃない、特急白池号ぐらいですかね。はい、快速ね、いつものシクラですけど、新越本線をね、走破してくれるというね、列車です。で、この列車、特急稲穂5号かな ?7 号。稲穂7号となんか同時入線してくるみたいなこと聞いてるんですけど、それ本当なのかまだわからないんですけど、はい、よろしくお願いします。龍都志倉号のね、上越妙高行き、途中東三条駅まで乗ります。はい、本日使う切符はこちら5月15日のね、新潟駅西 VF2 で届きました。5月15日の龍都志倉号の指定席券ですね。はい、本日は3号車8番 C 席に乗ります。前日とか当日とかに取ると通路側しか空いてないんですね。もう特に龍都志倉なんて人気の列車ですから、だって1ヶ月に1回ぐらいしか新潟に入線しないね、龍都志倉ですから結構人気で、全部通路側しかないような状態なんですね。だから1ヶ月前とかに取らないと窓側は難しいでしょう。少なくとも4週間前には取らないと窓側は厳しいかもしれません。変なの同士で並んでますね。龍都志倉号のね、キハ40、48系型車両3両編成が入ってまいりました。いやー、なんか今日満席らしいですよ。今さっき見たら3席あったんですけどね、満席になったらしいです。おめでとうございますね。いや、これは運転する意味あるの？でも長岡までしょ、みんな上越妙高まで乗る人は少ないと思うんですけど、柏崎あたりかな、限界で多分フルで乗る人はあんまりいないと思います。同時入線と聞いたんですけどね、ギリギリ同時入線ではなかったですね。1分差ぐらいで来てましたけど、同時入線ではなかったです。もうドアが開きましたね。はい、早速じゃあ乗り込んでいきましょうか。新潟駅にシクラが入るのもね、なかなか珍しいですね。こちらがね、1号車かな、そう、1号車のね、旅行商品専用列車の席になっています。キハ40とは思えないぐらいのね、魔改造ですよね。北鉄魔改造式列車ですね。あっちにね、見えちょっと分かりづらいんですけど、階層膜になってて、こっち側がね団体膜出してるんですね。はい、こちらに3号車です。乗り込みますか。じゃあなんでね、混んでますね。このフリースペースに言うことにします。フリースペースはね、誰もいなくていいですね。
はい、列車はね、帝国通り新潟駅を出発しました。40のね、あのうえーんって音がね、新潟駅中に響き渡っています。あ、お見送りいないんですね。まあ宿らぐらいだったらお見送りしないのかな。みんな帰りは盛大にお見送りしてくれますけどね。あ、いや、いや、やってる人がいたな。 3人ぐらい。でも3人か。帰りなんてなんか15人ぐらいで来てくれますけどね。
同志山駅を通過しまして、すげえ早い、結構意外と飛ばしますよこの電車。新越線をね走るシクラはねなかなか珍しいですね。いいですね新越線、普段乗ってるしね。阿賀野川を渡ってまいります。3号車と2号車の間にあるね、フリースペースの、ね、売店の方に行きたいと思います。倉森っていうねあの売店があるんですよね。いやあの本当にね出てきの中で、ね、マジで暑いですね、涼しい。2号車はね、ジャズの演奏っていうのをもともとやってたんですけどね、あの新型コロナウイルス感染症拡大防止がどうのこうのでね、やらなくなったみたいですね。でもその代わりなんか車内 BGM っていうのがね、なんか導入されてます。結構軽快なね、メロディーがね響き渡ってますね。暑いな、直射日光だね、本当に暑いです。豪華セットみたいな感じですけど、天気もよくねいいですね。まあ、日が三時まではね早く食べなきゃいけないんですけど、鯛茶漬けね、こちらあの柏崎をね、まあ固定車通るんですけど柏崎の名物ですね。であとコシヒカリジェラート、これあのすごく硬いアイスで有名ですね。であとリンゴジュースね、いやーすごいな。八代台駅を通過中です。列車はまもなく鴨に到着です。鴨の次はねあと8分ぐらい、10分かかないと思うんですけど、日和三条にね到着しますね。いやー短いですね、やっぱ快速電車というのはね、宿倉はやっぱり楽しいですからね。あ、そうだ、飲み鉄の方々とね談笑してたらね降り遅れるところでしたよ。はい、東三条駅にね到着します。東三条駅に到着です。ちょっと ねいろんな人とねあのちょっとスポンちゃったんでね、いろんな人とお話してたらね降り遅れるところでしたよ。発車シーンだけ撮ってね動画終わりにしましょうね。東三条駅ですね。あ、どうしてもっとまだですね。じゃあ東三条駅です。いや、シクラね楽しいですよ本当に。いろんなお友達とかもできるしね、皆さんもねぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。